さあ今回初めてのお使いに挑戦するのは東京都在住のジェック。好きなものは仮面ライダーと進撃の巨人。初めてのお使いできるかな。パンパンパン、巨人を駆逐してやる、一匹残らず。ジェックン巨人化して楽しく遊んでいます。ジェックン、ジェックン、さあお母さんからお使いを頼まれます。どうかな。何ママ、ジェックン巨人化といて。何ママ、今から人参を買ってきてくれるかな。え、いいけど、なんでママが行かないの。ママちょっと用事があってね。男？男じゃないよジェックン。ジェックン放送しづらいことを言いますね。じゃあ300円あげるから買ってきてね。300円じゃ足りなくないママ。いや足りるわよ、人参1本でいいから。いや、それあなたの感想ですよね。いや感想じゃなくて事実よ。ジェックンママと論争してます。じゃあしゃーなし行ってくる。行ってらっしゃい。あんまり可愛くない出発ですね。ママもあの男によろしく。誰あの男。ここはカットします。さあジェックン、目的の八百屋さんまで行けるかなと思ったら、ジェックン何やらスマホを取り出しました。見たところママのスマホですね。盗んだのかな。ウーバーイーツで人参と。おっとジェックン、ウーバーイーツで人参を頼みました。番組が成り立ちませんね。ママのスマホだからママのクレジットカードから落ちるし、300円ゲットだ。ジェックンクズです。